えっ、ー、と本日は5月の9日ね昨日の動画で多分9日って言ってるんですけどあれ8日のミスです,すいません、えー、と9日ね土曜日ということでねまあせっかくですからもう早めにまた昨日の動画にたくさんコメント頂い,いてるんでお返ししておいた方がいいなと思ったのとあと前の動画にもコメントいただいた個人的な質問の件があったんでそれに回答するというのと あと本日インスタライブ小林涼ちゃんが1週間ぶりにやってくれたんでその模様というのをお届けする3本立て3つの内容で今日はこの時間をお借りするなんて感じだと思います。えー、国のチャンネルこういったね信仰という中には必ず歴史背景であったりまあ社会の現在の情,情勢っていうんですかそういうものと、まあ、個人の経験とか体感 それと何よりも、まあ、皆さんのコメントの中というところで僕が学ばせてもらうみたいな <laughs> ところと三位一体というか一緒に行動しながらやれるような雰囲気で、えー、なんていうふうになんかできてるような気がしてるんでいつも感謝しております。ですので是非チャンネル登録しながらお付き合いいただければと思っております。では先ほどああいうふに説明したんですけれども一発目はインスタライブどんな感じだったかというところを要点だけなんかね DM とか Twitter 上とかでもいただいた方々いたので要点だけまとめました。で、それをお届けしてどんなことを思ったかっていうの1つ目と2つ目は、えー、とコメント回答ですね。昨日の動画、ベイビーメタル、モーニング娘。世界戦略ビジネス広告みたいなこと、まさやしりほちゃんの一国の中で続いているやつの回答というか、あなんていうか、まあ、コメントにちょっと僕がこんなことを思ったよっていう感じのやつです。いつものやつですね。 それで最後は質問いただいたものにお答えするというような感じでいきたいと思っております。じゃあいっちゃいましょう。えー、と、まずね、インスタライブどんな感じだったかっていうところからいきます、えー。まずね、1週間ぶりですよね。先週の土曜日に1時ぐらいにやってから、ですから1、1週間と数時間ぶりかっていうことだったと思います。で、本人いわく、緊急事態宣言延長につき、お話しできる機会があった方がいいなぁと思って。 <laughs> あの英語の質問にも答えたく日本語もオーケーみたいな感じでお考えになられたそうでねえな,んなんかリホリホなりにちょっとファンサービスっていう気持ちの中でやってくれたってところは嬉しいねっていうスタートでしたねこれで、ね、大きなトピックの中僕が分けた分けたというか必要だなと思って抽出したのは14個ワードがあってこれまあドンと説明し 気になるところはまあ1個ずつにこんなふうに思ったよっていうふうにいきましょうかねまあテンポよくいきますまず1個目まあとにかく可愛かったとね <laughs> それ入れるなよっていうでも可愛いなと思ったねで2つ目えー、早くもインスタライブに慣れてきていらっしゃるというね,ねそんなの入れんなって思うかもしれないけど入るよで2つ目で3つ目で天王寺のたこ焼き いいやーあの話ををしててててそれを出汁ででで食べるって言っているっっ言んですよで関西方面おごごめんごめんん関西方面で出汁で食べるって言ったら明石焼きじゃないかなんていう指摘がインスタライブ中にもあったんだけど本人は違うと言ってて「天王寺のたこ焼きでなんか山ちゃん説」って言って Twitter で、えー、画像上げてる人もいて、まあ、本人もそうかもそうじゃないかもみたいな感じでした。 まあこれ必要な情報かどうかっていうことだけど時間を割いてたんで入れました。ね、でだ天王寺なんてさ俺スパワールドってあるんだけどあそこよく激安のサウナで泊まってたんですよだから、ね、思い出深いなと串どっちかっていうとね串焼きとか食べるようなイメージだけど、うん、ちょっと脱線した <laughs> 戻しましょうであと4つ目ダンスはリモートワーク的にレッスンしていると。 でこれ、ニューヨーク留学時からの先生で、今も勉強してるみたいで、本人、先生についてもらってるかどうか別として、毎日ダンスは練習してるということでした、うん。これはヒントになるかもね。毎日練習してる、ダンスをということですから。で、5つ目、英語がかなり、英語いい感じだったですよ。まあ、発音は僕より全然上手だと思います。僕、結構なんちゃってなんで。<laughs> うんあ もうリホリホの方がすげえなって思いながら聞いてました。よかったですよ。で、6つ目、えー。整理された部屋が一瞬見えました。これはハプニングでしょう。ですけれども、うん、整理されてた。見られても恥ずかしいやつじゃなかったっす。それは良かったですね。ちなみにうちは見られると恥ずかしいところ何個かあります。いらない情報すいませんでした。<laughs> そんな感じです。で、7つ目。YouTube 見てるらしいです、結構。ねえ。 もうヒやヒやです。万が一見てたらもうあの全部謝罪します。すみませんあの。ここにコメント書かれてる方々は真面目な方々が非常,非常に多いので、えー、ぜひ何か、うん、参考に参考にしなくてもいいけど、うん、あの気分が気持ちが高まるんだったら嬉しいなって感じそんなこともずずしく一瞬におりました。そんな感じでした。えー、あと8つ目、えー、さんまさんと連絡取った話というのがありましたね。うん っちょとととタレント的なところというんですかそこら辺はね道重さゆみから継承している人脈というのはしっかり持っているというところまあこういうところは重要だと思うんで国内の大物とのつながりというところは引き続きあるというのが嬉しいなという感じですね。で9つ目ダンスしていた時の動画を見せてくれそうな匂いこういうふうなお話してましたね。なのののでなんか先生との話し合いの中から おそらく留学時のダンスなんですかねその辺、まあ、どこの権利でどうなってるかっていうところをこのセクションの最後の方にお話ししますけれどもちょっとヒントになる部分かな,な,思、えー、かな,なと思いました。ゃあ続いて10個目確かにベメの話はししなないいと思またゼロですおそらく質問欄過去のとかも最近いろいろ僕に連絡くれてる方々とかと総合していて堅いのはベビメダの話はしないであろうということでしょうね。 しない方針なんでしょうねこれ後ほどのコメント欄のところでも続きのお話をさせていただきますでは続いて11個目前のマネージャーがお魚旅に連れて行ってくれたでこれがどの時点の方かわからないけどお魚大好きということでしたでもなんか話の感じからするとモーニング時代なのかなっていうような想像はつきますよねなのできっぱり切れてるってうことじゃ当然ないでしょう 理由は去年のヒナフェスでもねハローとのコンサートのとこ関わりもしっかり出てますしそういった時にもう今契約じゃないんだから勝手に一人でこう言ってはそういうことはやらないだろうっていうことからの推測になりますねで12個目、えー、そのマネージャーからのメトロノームみたいだったと言われてたとおそらくこの前回のインスタライブのこれでしょうね全然可愛いからいいっすそういう感じですねあと 13個目ミニマリストの本を読んでるらしいですこれミニマリリストでちょっと検索してみたんですけどどれ読んでるか分かりませんでしたもう僕なんか僕の話挟んで申し訳ないけど絶対ミニマリストになれないんでもうレコードに埋もれてます <laughs> そんな感じですね現代人さすがですね iPhone1 個で音楽聴いてる可能性ありますし僕も入れたらこれ便利だからねその方が頻度高く聴けるしね 世、うん、世代爆笑世代ですね、うん、そういうのちょっと気になるう感じの発言がちょいちょいあるぐらいの、えー、結構オールドエルダーホームです <laughs> じゃあ続いていきましょう、えー、14個目これが、えー、セクションとしては最後になります気になったものとしてはですね「えー、とブレイキングバット」をシーズン4の2番目の途中まで見ているということでしたネットフリックスを見てるっていう話からあ この辺が全シリーズ見て今もう一回見返してる的な話だったのかなそんなような感じでまあ今日得れた「瀬谷史理法」最近情報っていうのはこの14のセクションにまとめられるんじゃないかなって思いましたさあじゃあ続いてですけどねこれ僕が考察として思ったのは今事務所っていう所属が正式にはないだろうなっていうように思っています、まあ、どうしてかというとメイクは基本的にしてるらしいんですけど前回に続き これだけナチュラルで1人でやらせるっていうのはもし商品として強い価値というのを出したいタイミングだったらやらないであろうということが一つであと先ほど申し上げましたけど整理されててるるる部屋でではあけけど一瞬っっちゃってるわけですよこれって意図的じゃないと思うんでそういう危なっかしさを例えば ハロプロプににいいたたとしたら一人では絶対に上げさせないはずなずんですよ必ずチェックが入る。生ではやらせないはず。そういったことも含めて、うん、まあ、M ラインの場合だったらどうなのかっていうのはありますけどね。ですけども、ちょっと危なっかしさを感じました。で、制約は感じるけど、お金の背景というのが見れないということですね。なので、かなりいい FA、フリーエージェントですね、に近い中での、 今どういった風にしたらいいのかなっていうシーズンオフだけどまあ、肩は作っとくぜっていうこういう匂いだったと思いますそんな感じが、えー、今日の2回目のさやしフォインスタライブの感想だったかなと思っておりますでは2つ目のセクションいきましょういつも通りコメント返しですえー、っとね今回はあ大きくは昨日挙げたところなんですけどその前に一つ、えー 2回前のかなのにコメントくれた方がいるんで、そちらを紹介して入りたいと思っています。えっ、ー、と、石島海人さん、ありがとうございます、えー。一気に見てしまった。よかったです。チャンネル登録しました。また見に来ます。頑張ってください。頑張ります。引き続きお願いします。ありがとうございます。これが痛かった。<laughs> じゃあ続いていきましょう。えー、っと、この昨日のやつだね。ここにお返ししていきます。えー、っと、 この時点でっていうのは見ているのは9時ぐらいなんですね。えー、と5月の9日の9時ぐらいなんで、これ以降の投稿された方々というのは次の回にお返しします。では行きましょう。グッドグッドさん、えー。海外進出ってこんな感じベイビーメタルディストリューションライブうディストーションライブか。ディストーションライブ2018ダウンロードフェスティバルっていうのを貼ってくれてます。えー、拝見しました。ニコニコ動画のやつですけど。 こういう感じっていったらこういう感じなんでしょうけど、まあ、僕は思ってるのはフェスティバルに出るということが海外進出なのかそこでマーケットというのを作っていくっていうのが海外進出なのかもうすでに提携しているから受注した仕事をしていくっていうのが海外進出なのかっていうところはもう人によって意味が違うと思うんで何をしたくてどこの時点なのかっていうところに依存するとは思っています。 ですけれども十分海外進出のシーンを見せていただいて感謝します。ありがとうございます。じゃあ続きましょう。コージコジティメタルさん。前も書いていただいたね、えー。わざわざ読んでいただき感謝。あ、感想をいただき。わざわざ読んで感想いただきどうもです。えー、小橋インタビュー。今は検索してみたら初期の記事紹介すれすぐ出てこうんですね。 あと BM の経緯を時系列で調べてくれるブログで広島のスーちゃんってブログはあ事実資料とか詳しいです今久々に見たら「さやしとスーその14」4えー「アッシュ時代の検証」ってのが去年書かれているので今から読む参考までにどうぞ、えー、ちなみに自分も広島市民で海外巨大メタルフェス BM 初参戦各校ソニスフィアのファンカムからのスーメタルファンです 今は鞘師しりのグラストンベリーの ROR の全力ムーブを見て以来広島が生んだ天才 R と怪物 s のライブ映像のファンです各校大阪城ホールは2日とも狙い通り鞘師ス s プラスブリグミホライズンを堪能しました、えー、自粛の今リホインスタで癒されているおっさん,かしおっさんとかしてますモームス側の考察もまた見ます ありがとうございますね僕これちょっとね用語的な部分でしっかり勉強しなきゃいけない部分がいくつかあるんですけどねそこ申し訳ないですね、うん、これに読んでみます、えー、広島のすーちゃんねちょっとね時系列的に今日この後の特集するやつをギリギリまで見てたもんだからあの明日ぐらいに必ず拝見しますんでそんな感じでお許しくださいねであとこのおすすめのものいろいろね ありそしてモーニング娘。に来ていただいているということですからこのねリホリホインスタ騒動といいますか復活騒動といいますかそれ以降のところでまあお互い共有できる範囲が広がればいいなって感じですね。うん、いやこれはもういいですよ。ありがとうございます。じゃ引き続きよろしくお願いします。じゃあ続いて、えー、とブリオコシメタルさん。 質問を取り上げていただき、またご回答いただき、ありがとうございます。ハロプロファンの心情が分かり勉強になりました。えー、各々のファン愛ゆえにという理解をいたしました。さやしファンのネビメタサポートで起こった科学変化は、ファン層をお互いに広げるだけでなく、アイドルのキャリアの新しい可能性をも見出したのではと感じております。えー、あとは続きなんだ、ごめんね。えー、あ終了だ。失礼した。<laughs> ありがとうございます。 もうこれ最後のところのですべてねもう言い合ってていらっしゃいますね。アイドルっていうのが僕最近の例えば小林世代よりもうちょっと上だと思うんですけどもうさあの偏見がないんですよ。で僕らの昔の時代どうだったかっていうとアイドルファンってともすればすご,すごく下に見られてた時期って長かったはずなんですよね。 もうそれ10年20年じゃなくてもっとあったと思いますよ。なんか下手したら音楽ファンとしては受け入れてくれない聴いてくれないってことですよね。でもそれはもう今の20代の子はないんじゃないかなと思ってます。30超えてギリギリ旧世代たまに出てくるけどもうそれだとこの10年ぐらいの音楽まともに楽しめないですもんね。まあ、なのでベビーメタルもそうですし。 え僕としては、ね、当然ハロープロの音楽も音楽ファンの聴ける音楽と思って長い間接しているのでこの,正この答えはど正解だと思っております引き続き楽しんでいきましょうありがとうございますじゃあ続いていきましょうえー、っとこれはお朝日菜「お朝比奈お?」でいいんだあ英語でも書いた「朝比奈さんありがとうございます、えー、ハロ」ではないかもですがアプガも取り上げてくれたら嬉しいです 鞘師さんからベイメタに広げてくれるように新井ちゃんこなっちゃんからもかっこ森ちゃんもメンテナンスかっこ一ワイドグループ笑いをどのように見ておられるか聞いてみたいです笑いこれあれでしょあのキャラとか表情写りいろいろでしょえのねあのもうこの場だけで言えるんだったらこれ新井ちゃんって超重要なのよ実は 何人か僕知ってる人に話してるけどこの人がいなければ経済産業省関連の仕事してないですよそれぐらい重要だけどキャラ編とか何とかっていうのははっきり言うけどあのもう段階的にあれじゃないですか煮詰まってきてるじゃないですかそしたら何か変えていくしかないんですよでってことはまだしばらく頑張っていこうってことなんでねまあ参考になるのがメロン記念日のコーヒーかどうか分かりませんけど そういうところにいながらもあ,あと去年のタイタイのジャパンエキスポ2019年ですねめちゃめちゃかっこよかったですあのアップがの何ていうか今のミニマムな人数編成でももう歴代の名曲矢継ぎ早で煽れるしもう当たり前だけどもううまいしねだから今のルックスとかっていうのは年齢に合うものをやっていけばいいと思うメンテナンスっていうのは何を指してるか知りませんけどね そういういい感じでございます、まあ、またなんか機会があったらアップが仮も2期もやります、ね。山田さんにもなんかそういう時挨拶しようか。ね、じゃあ引き続き田中俊さん、えー、大変面白かったです。コメント読んでいただきありがとうございます。ベイメタルと野茂さんやイチローさんを重ねているというのはまさにその通りですね。えー、ソニスフェアに出演その動画を見た時の高揚感はまさにそれでした。 これだす分かった分かったえー、とさやしがアベンジャーズ参加した経緯はわかりませんがおっしゃってたようなさやしとスズメタルの広島つながりがきっかけだったのならグッときますねベイビーメタルとさやしのつながりはどうなるかわかりませんが今後もつながってほしいと切意願います最強の助っ人的な扱いなのかな点点点でもベイビーメタルには歌でも参加してほしいのです オリジナル3人体制に比べ現在のベイメタルはダンス面はかなり進歩していますが演出面も Perfume の映像スタッフ巻き込んで強化でも歌が3人矢印2人は本当にもったいないさや、えー、さんがコーラスでライブ参加できたら最高のベイビーメタルになると確信していますというかさやしのコーラス入ったベイビーメタルを見てみたい人気の指標というところではえー、っと ツーリングデータのページを紹介しましたがいろいろ疑問点もありますライブ動員数とその販売額はてならしいのですがこのチケット販売は転売価格の実態を反映しているのかなということ何年か前に米国ツアー中のベイビーメタルのチケット転売価格はかなり高くなっていて人気が出たんだなと確信したことがありますうんゴルベアの TV に出演した頃です 確かその頃は k p o p のチケット転売価格は話題にもならない頃でした転売価格も人気指標なのでしょうねありがとうございますでこれね大きくうんああ僕の例えには乗ってくれてありがとうございますもう野茂一郎さまざ、あ、まスポーツ選手が海外出てく時そういうようなノリでまあここに帰ってくれてる人たちっていうのはベビーメタを応援してるんじゃないかなっていうのは伝わってきたというところなんで 外れてななかかったらよかったたらと思いますで、ね、アベンジャーズ参加した経緯は多分、うん、これはアクターズスクールだと思いますよそこ人脈だと思います、えー、ハローで言ったらあれ沖縄と広島の違いはあれど USA ダバンプあるじゃないですかあれも僕なんか貸し借りの中でやってたと見てますなのでアクターズスクールとハローは結構好意的ポジティブな 関係にあると思いますよ、まあ、それはジュースジュースダンバラルルちゃんが出身もちろんダンバラルールちゃんもアクターズスクール出身なんですけどそこの凱旋公演広島なんて行った時に広島アクターズスクールのメンバーがたくさん見に来てるところでも証明されると思います、まあ、この辺はあのもう見ていりゃあお,もうお姉さんもそっくりだしみたいな <laughs> お姉さんもアイドル活動してたからね小夜市じゃなくてダンバラルールちゃんのね。かそのの辺はあの 鞘師チル・レン的ななんかそこまでいったらまだ小夜も若いからかわいそうだけどところっていうのが、うん、広島って身近にあっていいとこだなと思ってうん、羨ましいなと思ったのはそういうところなんだけど、うん、僕はこの縁は繋がっててここだというふうにもうくぶくりんぐらいは思ってますよ。ね、ただねこれおっしゃる通りで えー、このパフュー,ねパフュームね Perfume の演出それ言われてみれば僕知ってたのに繋がってなかったっていうことになってしまっただから指摘してくれた方ありがとうそして申し訳ないえっ、ー、とねこれも Perfume も広島じゃないですかいや僕もう,もう俺の話多いなと思うかもしれないけど Perfume が高校時代にさ東京来てイベントやった時に俺 DJ 教えてんのよ3人ともにでこのこれどういうことだったかって言ったらあの ライムスターの歌丸さんとか何だったかなと沖手さんも関わってもらったかなとかで渋谷のなんてクラブだったかちょっと忘れちゃったけどそこをお撮ってイベントやるの僕がオーガナイザーでやってたんですよ。で彼らにも、まあ、先輩方にもお手伝い頂い,いてそ Perfume も来てそれで DJ やりたいって始まっちゃって本当はライブだけだったんだけどそれでもう教えますってことになって基礎的なことですよ。 を教えたたっっていうのがあったんでパフューム聞くとその頃の3人が思い浮かぶんだねもう今は大スターですけどその頃のが思い浮かぶんですなのでねそうそうそうちょっと僕いびつなんだなんかイメージの中が、うん、ねで今のコンサートのね演出なんて考えたら世界一クラスのなんか映像映像と屋根いの照明かというのにねやってるのはあの YouTube とかでもそうですし 拝見してますよ都度都度、うん、ね東京オリンピックもあったらこのねダンス指導するなんだっけミニコさんだっけねやられる予定だったんですよねもう繋がってきてますよ大丈夫ですよで本題行こう。降、えー、鞘師に歌ってほしいとことですよね僕これねー公式メンバーにならないと歌わないのは多分間違いないんですよ ね、ここだから現時点2020年5月の9日って時点では憶測でしかお話しできないですけどうまみがベビーメタル側にどれぐらいあるかですよねたださやしのファンでベビーメタライブ行ってるやつ結構知ってるのよでもそれだけではまだね指標にならないだろうからさやしが何やりたいかを聞きたいねそういうふうに思います ね、僕もだから見てみたいってことこですで続いてこのーあれかこれすごいね転売価格も入れてでっていうのはすごいねと思ったんだけど同時にあなるほどと思うのはみ皆様ですかヨーロッパとかアメリカでコンサートも行かれてる感じの方っていらっしゃいますかねいらっしゃったらちょっと教えてほしいところもあるんですけどまあ行くわけですよ僕なんかは。そうするとなんか 堂々と転売のチケットのスタンドですよ、ボックスオフィス的なものが劇場の前とかでありますよね、ライブハウスの前とかでも。それであの相場がどんどん変わっていくというか、時間がち近くなれば安くなるし、席が空いてれば安くなるしみたいな、逆も近いですよね。超人気公演だったら、堂々と10倍ぐらいの金額でさ <laughs> ばかれているという。で僕これ ちゃんと工業側とつながってたりしたら正常な状態な気がしますけどねもうお前んとこ半分持ってっていいからちょっとこれぐらいで売れよとかさあともういやですからしょうがないからもうちょっと全額持ってってもいいんであの空席ないようにしてくださいとかのやり取りだと思うんですけど俺こ,れこれ健全だと思うけどねだってそこまでしてやってないと多分データで残らないでしょカウントできないでしょ。 だけど裏付けがデータの処理とか裏付けがなくてただボックスオフィスの劇場とそことや,やり取りしてて安いチケットだったらそこで買いになって劇場で言われたことあるから <laughs> これマジだからねフランスパリだから、うん、結構日本と外国は感覚違うのかなと思いました何、うんね、か知ってる人いたら教えてくださいそしてありがとうございました書き込んでいただいてじゃあ続いていきましょう コメント読んでいただきありがとうございます。個人的にはさやしにメイメタ入ってほしかったんですが最近のさやのインスタ見てると無理かな点てんてんてんと思っています。また動画楽しみにしてます。うん今日も見てどっちかっていうと僕もこっち寄りになりましたよ。うんなんか本人がまとってる感じとかブランディングがそっちじゃないよねって話ですよね。 だけど僕もここに書いてる大半の皆さんと似てるんだと思うんだけどベビーメタに入ってるさやしのダンスとか見てるとなんつうのいなと思うんですよでそれがじゃあハローのノリかって言ってもハローのノリとは違くてなんかさやしがやるあくまでさやしがやるベビーメタの解釈っていうふうに取れる。これはどの角度から見るかなんでしょうけどね。 なのでね、化学反応は絶対あると思うから、まあ、スズメタルドラマだよね。この、中本・鈴鹿ドラマ、小林里帆ドラマ、ね。ここは、やれるなら、キンキンでやっといてほしいね。そうしないと、次のステップのところに、踏ん切りつかないだろうからね。そんな風に思いました。引き続きお願いします。じゃあ、続いていきましょう。古澤太子さん。 いつも楽しく拝見しております、えー、9日のインスタライブご覧になりましたか残念ながらアーカイブは撮影ミスがあったため消されてしまいましたので記憶だけですが気になる点がいくつかありましたので挙げておきます、えー、マネージャーという言葉現在はテレワーク的なことだと思いますが所属事務所がないのにこの言葉が出たので以前開設されたエージェント契約の専属がついていると感じました、えー もう一つダンスレッスンを現在も毎日受講しているとのことでしたこちらもリモートで受講していることだと思いますがその中でダンスレッスンを受けているところの動画を上げても良いから許諾をもらったので近日公開するかもしれませんといったところですこちらは公開された動画で以前解説したブロードウェイ系のスクール撮影されたか確認できるかもしれないので動画をご覧になって解説できるようであればお願いいたします最後に私としての 活動予想をしていますが私はアフターコロナの影響もあるのでソロとして日本である程度活動を行うのではないかそして好きあらばスポットで海外参戦をしていくのではないかと思いますただそれには日本で楽曲提供をもらいシングルでもダブル A 面でもソロ曲がないと、うん、辛いかもしれません今後の活動を注視しなければいけません昭和平成の歌姫がいたように令和にも出てきてほしいし小林さんは有力候補として見ていますので 失礼しましままたありがとうございます、えー、前半のところのやつは僕,僕のこの動画の前半で説明したのでだいたいそれで回答ですよ。でマネージャーはハロー時代のだと思う。で現在のじゃないと思う。で現例えばあのベビメタで活動してる時っていうのはあちらの案件のに乗っかってるはず。で個人にマネージャーついてないと思うな。 それが一連の中から読み解ける事実っぽいやつって思ってください。全然違ったりしてね。<laughs> すいません、ねで。そんな感じです。ねダンスはこれブロードウェイ系のスクールかどうかわからないけどニューヨークでやってるって言ったらそういうもの以外はない。だからそこだよ。どこもつながってなければあんなところでスクール構えられないです。ね、そういう感じだと思います。で このアフターコロナ以降のところっていうのはこれねうんと過去に僕が聞いてみた話っていうところになるんだけど2014年のフランス・パリ・ジャパン・エキスポの時に僕ベリキューのインタビュー撮ってるんですよでその時にアップの方々と少しお話ししていてクラウドファンディングっていうところで個人のアルバム出す どううなんんだっていいのを僕聞いたんですその時は鈴木愛理とか宮本佳林とかでファンの間で僕何人かと話しててなんか可能性あんのかなって2,000万ぐらいで作れんなっていうことになったのよ勝手に計算してねそれで <laughs> いけそういうの行ける考えとかあるんですかねみたいなことを聞いてみたらいや「アップの上はクラウドファンディングに明るくないんだよね」っていう言い方しててでそれはその当時所属だったからだと思うんですよ であと時代が変わってきてきる2014年の軸と2020年の軸というところでどう捉えるかだとどう考えるかだと思うんですけどでもまだ今のところやってないですよねだけどつんくさんはやろうそ似たようなことやろうとしてますよねこの辺っていうのがまあアップの中関わった中でもどこの派閥に一番今影響力受けていて鞘師っていうのに。 要は悪い意味じゃない圧がかかってるのかっていうところが答えな気がしてますね。そんなにだって予算かからず曲出せますから、ね今ね、だかららねね今だ歌いたいっていうんだったら歌えるんだろうけど話総合してるとダンスの方のプライオリティがかなり高いような気がしててとなるとまだベビーメタルっていうね線なのかななんていうふうに あの今のアベンジャーズ的なって言うんですかかなーなんていうのが確率は上がってきますよね。まあこれはまた本人が緊急事態宣言中は皆さんの寂しさを癒してくれると言ってるんでインスタライブの方を楽しみにしていきましょう。ね、そんな感じ。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。えー、っとこれ最後かな。クー・国宮さん。ありがとうございます。Uh, don't seek feel <laughs> 考えるなら感じろか。 ブルスリーか <laughs> って言ってリンク貼ってくれてこれちょっと待って俺まだ開けてないかもしれない後で拝見させていただきますありがとうございますっていう感じがこの昨日のトピックまででしたねでは最後僕への質問まあ他のも質問だったろうって話なんだけどちょっとよりなんていうか 国雄さんどう思いますかまで聞いてくれた質問のトピックがあったのでお返しいたします。これ一番最初に上げたさやしりほちゃんインスタ解説記念の動画にコメントくれた方です。えっ、ー、と二枚坂二枚坂あゆむさん、えー、メイトです。モームス支店の貴重な情報良かったので、えー、思いを込めします。メイトからするとサヤスさんの今後は重大な関心事の一つです。 インスタ解説から9日経ちましたが鞘師さんはウェビメータに関して一切触れていません狐、えー、様に記憶喪失させられたかのようにこの1年の記憶がごっそり抜けていますそれは辞めても辞めなくても契約に縛られている証拠なのでしょうメイトとしてはたくさんのコメントや質問に返答できない鞘師さんが残念でなりませんしかしよく考えてみると鞘師さんはメイトに返信できない自分が悲しくてしょうがないのではないでしょうかここで3つの答えが見えてきます 1>, 1つはあくまでビジネス辞めたサポートダンサーに徹している2つ目は辞めたベビメタが気に入らなく <laughs> メイトを軽視している3つ目はベビメタとつながっていて今後もパフォーマンスを見せるよということ私は小籔さんの陽気な様子から3つ目なんじゃないかと感じています企画,企画者側も何もなしでアベンジャーズシステムを解消するのは利益にならないでしょう邦夫さんどう思いますか んありがとうございます、えー。じゃあ思いを伝えましょう。1、ね、つ目、俺ねビジネス、あくまでビジネス、辞めたサポートダンサーに徹しているは、うん、僕ちょっと違うと思うね。ビジネスはビジネスだろうけど、契約書っていうのに縛られてるのはあるかもしれない。そういうあの発言はだめよっていうような、そういうのはあるかもね。なんかよくあるじゃん。読売ジャイアンツ。 やめるとさ読めるジャイアンツのユニホーム着てテレビ映っちゃいけないとかだから桑田とかがさあのプロとかでなんか投げる時パイレーツのユニホームなんですよそういうのと似てる感じはあるかもしれない、ね、で2つ目で辞めたベビーメタが気に入らなくメンバーあごめんメイトを軽視しているこれはないさやしはあの、まあ、今日のインスタライブでもそうですけど ファンを軽視してっていうことはないかな。あの、ちょっとビビっちゃうとか、緊張しちゃうとか、そういうのはあるにしろ、ないっすよ。なので、この2は消えたと思う。ね。で、3つ目。うん。ベビメタとつながっていて、今後もパフォーマンスを見せるよということ。これはつながってるのは間違いないじゃないですか。で、陽気な様子。ね。3つ目なんじゃないかなって。この3つだったら3つ目でしょうね。うん。 ね、でこの「アベンジャーズ・システム」って僕逆に皆さんに質問なんですけれどもこれ「ハロプロモーニング娘。」とかって何期何期って増えていくじゃないですか。アベンジャーズシステムを何何期何期ってスーメタルを中心としてて増えていくんですかねというより「スーメタル」を「スーメタル」がもし10年後とかになってどうなるのかとかそっちとかが「ハロオタ」っていうのは気になりますよ。どうしてかって言ったら勝手に10年後から逆算して研修生とか見て言うんですよ。 もうこれキララ25になった時こうだなとかキララ知らなかったら米村キララで調べていただけると嬉しいんですけどもう結構そういう勝手なことをやりがちなのでまあ差額ベビーメータ差額なんていうのはも中学生である種ストーリーが終わる止まってしまう文化じゃないですかそういったところっていうのはどういう風なのかなっていうところ僕がこの数年勉強不足だったもんですから、まあ、お答えしてもし心当たりある方はあの私に説明していただけると嬉しく思います。 ね、てな感じでしょうか。じゃあ今日はこのような感じにいたしましょう。えー、サタデーナイト、ね、5月の9日の夜ではございますけども、僕もう一本この後動画を撮りますので、さまあ、様々ハローであったり、ベビメーターね、おかげで詳しくなれてるんで、引き続き皆さんと思いを共有しながら進めていきましょう。クニオチャンネル登録もよろしくではまた。